混ざり物のエージェントなら、たった今、青木祭壇に着いたぞ。ああ、すぐに聖女を迎えに行かせる。迎えに行ってやれ。そして、そのまま戻ってくるの。もしかして、君、逃げろって言ってるの？世界はとうに終わりを迎えているのよ。これ以上、問題を先送りにしたって、仕方ないじゃないの。私たちが生まれ落ちた時、もう、この世界は歪んでいたの。手の施しようがないほどにね。だから、あなたたちが犠牲になることなんてないのよ。聖女を連れて、お逃げなさい。世界が夜の人色に染まったら困るって、そう言ってたの、君たちだよ。天の弱だな。なぜかしらね。あなたたちを見ていると、からかいたくなる。胸のこのあたりが、キューってして。もしかしたら、私にもあなたたちのような友達や仲間がいたのかも。なんてね。クリス、わかったよ。一旦ホテルに戻るよ。もう一日くらい、世界は待ってくれるわよ。あなたのお友達と仲間を大切にね。うん。お帰りなさいませ、お嬢様。ほら、戻ってきたじゃねえか。別に心配なんかしていませんし。お帰りなさい、アーネス様。うん、庭に住む蛇でございますね。こちらは町の方からの依頼になっております。最近トカゲの蛇用が旧伯爵邸に大量発生しているそうでございます。お嬢様が退治くだされば町の方も安心でございましょう。わかった。蛇妖が集まっているようだが、トカゲの蛇妖か。片っ端から飼っていくとしよう。あれか、そんなに手強そうにも見えないけど、油断は禁物だな。手紙だ。差出人の署名も宛先もない。とりあえず支配人に見せてみるか。お疲れ様でした。それからこれもトカゲの蛇妖が持ってたんだ。差出人の署名も宛先も不明ですね。開けちゃえ開けちゃえ。そうだぜ、ジョーちゃん、まかり間違って貴族の恋文だったら大金に化けるんだからな。あんたらね。開けましょう。内容は確かめねばなりません。遺品ということもございますから。そうだった。うん。してその中身は。片思いを読んだ詩のようですね。で、売れそうなのか。いいね。個人を特定することも難しそうです。手がかりはこの風呂の家紋だけですね。でもそんなに解けてちゃ家紋の形もわからないじゃない。調べてみますよ。風呂部分だけは私にお預けください。手紙はお嬢様が保管を。進展がありましたらお知らせします。わかった。獅子の家でございますね。こちらは以前お嬢様が見つけてくださった宛先不明の手紙に関係がございまして。ローズガーデンでトカゲ退治した時のやつだね。
風楼の家紋の修復からいくつか候補が絞られました。お嬢様にはそのうち一つレフラン家をこの夜のうちに内密に調べていただきたいのです。何かあるの？レフラン家は大変な資産家ですが、それゆえ複雑な事情がございまして。なるほど、教皇庁に資金援助してるわけね。レフラン家の別荘はガイロックにございます。表向きこちらも別の方の所有になっております。地図に印をつけましょう。無茶はなさらないでくださいね。わかった。この感じ何か起きそうな気配だね。またトカゲだ。ここらしいな。周りを調べてみるか。誰もいないみたいだ。長いこと放っておかれた感じだな。また手紙か。なんだか冷えてきたの。一度戻ろう。お疲れ様でした。あのなんとか家の別荘は無人だったよ。何年も人が住んでいないみたいだった。やはりそうでございましたか。それからこれ、またトカゲの蛇用から手に入れた。確認しましょう。これはどうしたの？ご一読ください。お嬢様の意見が伺いたいのです。人間は勝手に魅了されて勝手に魂を差し出して死んでいく。あなたが望んでもいないのに。これはどう思われますか？純血の妖魔に宛てた手紙だと思う。ここ勝手に魂を差し出してって、妖魔に魅了された人間が自滅する様子だ。私も同意見です。手紙の主を早急に保護しなければこの人は確実に闇に落ちる。教皇庁に使者を立てレフラン家に探りを入れます。ああ、悲しみの宮でございますね。こちらは教皇庁からの依頼でございます。クールブリゼ宮はとある純血の妖魔のテリトリーですが、ここ数十年動きはありませんでした。ですが夜の君の復活が近づき、沈黙を守っていた宮殿の妖魔も再び動き出すやもしれません。お嬢様にはその妖魔が現在も宮殿にいるかどうかを確かめていただきたいのですが、何分相手は純血の妖魔です。青一を不用意に浴びるようくれぐれもお気をつけください。わかった。これは間違いない。ここには純血の妖魔がいる。慎重に行こう。ようこそ。私の名はミストラル。見ての通り純血の妖魔の一人、教皇庁の哀れな操り人形さん。あなたお名前は？私は
アーナス。アーナス、悪くない名前ね。お顔も可愛らしいこと。まだこんな人形を送り込んでくるなんて、教皇長も諦めが悪いのね。そんなに純血の妖魔を倒したいのかしら。え？私の首を掲げて人類の勝利宣言をしたいのでしょう。おやりになればよろしいわ。ただし手加減できないけれど。返り討ちにしてやるわ。さあ、首を落とすがいいわ。銀の弾丸も、十字架も試しなさい。純血の妖魔の不死性を、たっぷり味合わせてあげる。今度は何人、狂うかしらね。誤解しないで。私、あなたと戦うつもりはないわ。あなたがこの宮殿にいるかどうか、それを確認しに来ただけだよ。え？さっき純血の妖魔の不死性を試されたって言ってたけど、どんなことをされたの？それは話さないでおきましょう。あなたたちのために。私たち？勘違いのお詫びに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。ありがとう。驚いた。これ、妖果じゃないんだね。旧伯爵邸でトカゲたちに積んできてもらっているの。人が育てたものは好きよ。それでローズガーデンにトカゲが大量発生してたのか。私たち妖魔は産むことも育てることもできないから、人の手によるものに惹かれるようだわ。その花が気に入ったの？やめておくよ。あなたのお気に入りみたいだもの。勘違いのお詫びに、この部屋の中で欲しいものを一つ差し上げましょう。これはトカゲたちが拾ってきたの。間違いない。宛先不明の便箋と同じ筆跡だ。この手紙の人に心当たりは？どこかで姿を見られたとか。ここにこもってもうだいぶ経つのよ。ここ数十年人前に姿を見せたことはないのだけれど。この手紙預かっていい？教皇庁が手紙の主を絞り込んでる。手紙の人を保護できるかもしれない。ええ、お任せするわ。それと、あれはあなたが持ち込んだの？いつの間に。なるほど、そういうこと。何か言った？いいえ。それよりそろそろお帰りになって。でないとあなたを手放すのが惜しくなりそう。そうだった、この人純血の妖魔なんだよ。あら、もしかしてあなたも私と同じ気持ちなのかしら。この宮殿の住人になってもよろしくてよ。うん、お茶ごちそうさま。何か分かったら伝えるよ。あら、残念だわ。ではごきげんよう。今度の騎士は今までとは違う。教皇長も随分と様変わりした様子だわ。
私が休んでいる間、闇は深まり、月は満ちた。今度こそ本当に夜が戻るのかもしれん。ああ、夜の君、あなた様の大いなる魂は、いずこをさまよっておいでなのでしょう。どうかご無事で、私どもは永遠にあなた様のお戻りをお待ちしております。お疲れ様でした。ただいま。ミストラルはなんとか級にいたよ。割と友好的だった。それとこれ、ミストラルのトカゲが拾ってきたらしい。間違いないですね。これは狂える獅子の家紋です。お、名門レフランケのスキャンダルか。金の匂いがプンプンするな。開けちゃい開けちゃい。あんたらね、うん、ご一読ください。お嬢様の意見が伺いたいのです。ああ、私のこの心を取り出してあなたに見せることができたら、あなたはきっとまた微笑んでくれるはず。手紙の人が心配だ。もうとっくに闇に落ちてるかもしれない。私も同感でございます。支配人、そのなんとか機については何か分かったの？それが全く目ぼしい情報がつかめておりません。不自然なほどに。肝心な時に当てにならないんだから。ここは俺様の出番かな。うん、妖魔に魅了された魂の末路は私の研究分野ですが、何か名門貴族のスキャンダルは俺の得意分野だが、やるってのか？はいはいはい、落ち着いて。で、支配人、どっちが役に立ちそう？ロイドさん、レフラン家の状況を調べてください。へへ、悪いな先生。悔しくなんかないやい。支配人、紅茶の砂糖おかわり。謎の微笑みでございますね。こちらは例の宛先不明の手紙に関係がございまして。進展があったんだね、ロイドさん。ああ、レフランケについてバッチリ調べてやったぜ。レフランケは子供に恵まれず、3人の孤児を養子として引き取ったが、遺産相続で揉めに揉めてね。遺言では一番下の20歳の青年が全遺産を相続することになっていて、筆跡鑑定ではこの青年がズバリ。手紙の人なんだね。それでその人はどこに？とっくに殺されてるんじゃないですか。まあそんなところだ。1年前から行方不明さ。教皇庁からも資料が届きました。ミストラルの最後の目撃情報です。ミストラルはここ数十年宮殿にこもりきりでしたが、20年前宮殿以外の場所にて目撃情報がありました。計算合わないことこの上ないですな。その20歳の青年が20年前にミストラルと出会ったとしておいくつですか？生まれていたとしてもまだ赤ちゃんよね。いや、恋に年齢は関係ないさ。俺が札束にセクシーさを感じたのは3歳の時だ。バカは黙ってろ。赤ちゃんの頃から問題児だったんですね。でもどういうことだ？ミストラルとは会ってないってこと？ですから謎の微笑みなのでございますよ。若き青年は誰の笑顔を見たのでしょうね。お嬢様、改めてその場所を調査していただけませんか？時間はだいぶ経っていますが、目撃者は人間だけとは限りませんゆえ。
邪用にでも聞けって言うの？いいよ、行ってくるさ。この感じ、何かいる。ミストラルのトカゲたちだな。もし、お前たち、20年前ここにご主人様が来ただろう。その時何があったのか教えてくれないか。様子がおかしい。何か操られているみたいだ。仕方ない。どこで道を間違ってしまったのか。今となっては私の死を望むものばかり。あなたの微笑みだけが本物でした。あなたにいただいた命です。誰にも汚されたくはありません。魂だけでもあなたのもとへ。こんなに血が滲んでこの手紙を最後に。くそ。ミストラルの宮殿だ。私が地上に来たのは夜の君の魂を探すためでした。あの頃は島中をさまよい歩きましたわ。でも夜が教皇庁の管理下にあると知ってこの宮殿にこもったのです。宮殿を出たのは一度きり。何者かの魂の叫びに誘われて外に。それが今から20年前のことなんだね。ええ。でもそこにあったのは若い女の死体だけ。きっと邪妖に襲われたのでしょう。立ち去ろうとしましたが何かが引っかかって。そうしてしばらく死体を眺めて気づいたのです。死体の中に別の魂があると。死体の腹をこの爪で切り開いて私自ら取り出したのです。あの赤ちゃんを。あんなにもか弱く小さな人間を私は初めて目にしました。風にも消えそうな儚い命の灯火。それなのになんと盛大に泣き叫ぶことか。あれは保護を求める魂の叫びでした。それなのにあの子は幸せではなかったのですね。死を願う者ばかりに囲まれて自ら死を選ぶなんて。手放さなければよかった。あの子の魂は私を、私だけを呼んでいたのに。ミストラル、あの子の心臓を食べたトカゲがきっとあの子の魂を宿していることでしょう。見つけたらもう二度と手放さないわ。うん、あなたなら優しいお母さんになれそうだもの。アーナス、ありがとう。お疲れ様でした。なんとか家の青年は相続問題を苦に自ら命を絶ってた。でもミストラルが魂を探すって、彼女20年前にまだ赤ん坊だった青年を救ったらしい。笑顔はその時見せたんだろうね。そうでございましたか。
妖魔の母性に救われた子、人間の欲が殺しにかかるとは皮肉ですな。後味が悪いぜ。でもその人は魂だけになってやっと自由になったのよ。リュレーテスはそう思うんだ。だって生まれなんて選べないもの。その人の魂が望む場所に行けるといいわね。うん、そうだね。本当にそうだね。